情緒あふれる城下町の佇まいが今も残る香川県の東かがわ市。訪れたのは今日の一品リサーチャー黒谷友香さん。あ、これかな、これですよね。お目当てはこちら。あ、軽っ。軽い。すごい柔らかい。一見紙袋のように見えますが、これ革でできているんです。重さはおよそ 200g、 革の薄さはなんと 0.5mm。 こうして折りたたむことができ、エコバッグとしても使える優れもの。その人気は全国に。おしゃれな雑貨が並ぶ都内のショップでも、女性を中心によく売れているんだそう。香川で生まれた革のバッグが今日の一品。今香川では手袋を作る技術を用いて多彩なバッグが作られています。手袋から華麗に変身。今回は香川の革のバッグの魅力に迫ります。瀬戸内海に面する香川県東かがわ市。明治時代から手袋の産地として知られています。黒谷さんが訪れたのはその歴史がわかる手袋資料館。一番人気はファッション手袋。日本で作られる手袋では全国シェア9割を占めています。そしてスポーツ選手の手袋も。こちらはフェンシングのオリンピックメダリストのグローブ。すべてこの町で作られました。東かがわの手袋の魅力は美しくて手に優しくフィットすること。革の手袋作りを見てみると、裏面から縫製する袋縫いという技術で作られます。手にフィットするよう縫い代の幅を1ミリ単位までこだわって正確無比に縫い上げていきます。最後に裏返すと、ご覧の通り縫い目が隠れ美しく仕上がるんです。この手袋作りの技を生かして誕生したのがモダンな革バッグ。折りたためるので持ち運びにとても便利。どんなアイデアから生まれたのでしょうか。あ、こんにちは。黒谷です。ようこそ。創業56年になる会社の2代目林修司さん。この会社では
もともと手袋を作っていましたが、3年前にデザイナーと共同で折りたたみバッグを開発しました。女性の方が紙袋を持つのも あまり格好良くないんで、はい、まあ、同じような使いやすい、形形状で、まあ、革のバッグを作ってみました、はい、で手袋と同じ作り方はこれをするんで、縫い目が外に出てないシンプルな形で。ではバッグ作りの技拝見しましょう。失礼します。ああ、こちらで作ってらっしゃるんですか。そうです。ね、あ、大きいんですね。あ、はい、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。担当するのはこの道19年の遠藤実さん。お願いします。はい。材料は薄い牛革を使います。こんな風に巻いてくるんですか。はい、そうです。わ、長い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 。はい。すごい。厚さは 0.5 ミリ。傷がない部分を選んで裁断していきます。では見ますけど、あまり革でこの状態は見たことがないです。一切りをします。使うのはコンピュータ制御の機械。しましょうか。はい。あ、動くんだ。どうやって切るんだろう。先端についているカッターでカットしていきます。早いですね。早いです。あ、これでもう、はい、カットできました。うわ、できた。すごい。これはバッグの本体部分、持ち手も含めてバッグのパーツは全部で8つ。裏地がないのは軽量化と畳みやすさを考えてのことです。これは、はい、どこの部分なんですか。これはですね、ここに持ち手がつくんです。あ、持ち手がつくんですけど、はい、この革にそのまま縫い付けますと、はい、破けてしまうんですよ。強度が足らないの で、そうですよね。そのためにこれの裏側に補強のパーツとしてこの当て革を貼っていきます。持ち手の付け根に貼る当て側、薄い革を使っているため補強して強度を上げます。これで3キロまで耐えられるんです。丈夫にするというだけでなく美しい仕上がりにもこだわります。ここで使うのがすき機という機械。回転するローラーに当て側を差し込んでいきます。あ、薄くなってる。カンナのような仕組みで革を削り取ります。縁の部分をほんのわずか 0.2 ミリだけすきました。なんでこれ微細にこうすくんですか。これはですね、はい、商品になった時に、はい、外から見てもらって、はい、段差、革を張ってますっていう当たりが見えにくくなるっていう。どうです、外側からは目立たずスマート。こんなにも仕上がりの美しさに違いが出てくるんです。さあ、ここからバッグの形にしていく作業。まずは畳みやすくなるようにローラーという道具を使って本体に折り目をつけていきます。マチの部分は長く折り目を、そして底の部分は3つ折り目をつけます。このように折って縫い合わせるとバッグの形に。
いよいよ縫製。あ、もう、あ、こういう状態だ。はい、これを、これをどうやって縫いますか。手袋と同じ袋縫い。縁に刻まれている三角の印、これをピタッと合わせてずれないよう縫っていきます。しかし革が薄いためシワが寄りやすく、寸分の狂いもなく縫うのは至難の業。そこで欠かせないのがこれ、目打ちという道具です。一体どのように使うんでしょうか。そうですかね。なんか足踏みしてる。何そのたこ焼きをひっくり返す。そうですね。ほぼ同じ道具なんですけど、これを使いながら送っていくんですか。そうです。あのこの2枚の革があるので、これのズレを修正しながら。目打ちの使い方にご注目。革を押し込むようにしているのが分かりますか。ではスローでもう一度。実は遠藤さん、革がたるまないよう目打ちで調整しながら革を送り出していたんです。この目打ち使いこそ薄い革を縫う極意。またこんな印がついているので。あ、本当だ。この印をこう上下合わせながら、三角の印を頼りに縁から2ミリ幅で正確に縫っていきます。この幅は重いものを入れても十分耐えられる強度と仕上がりの美しさの両方を突き詰め割り出したもの。職人技ですね。ちょっと、はい、私も体験していいですか。はい、どうぞ。失礼します。ここで黒谷さんも挑戦。足を踏まない状態でスイッチ入れますね。はい、あ、でこのこれを持って、はい、鉛筆のような感じで持ってください。果たしてうまくいくでしょうか。はい、なんか最後で糸を引けば。さて、出来栄えは。ちょっとやっぱりこの辺りがあの無理に押し込んだというか感じなので、どうしてもぷくっと上に盛り上がってるでしょ。押し込んでしまったからちょっと盛り上がり気味になったのかなと。たゆたゆって。2人の出来を比べてみると、ご覧の通り、黒谷さん力を入れすぎ歪んでしまいました。目打ちをコントロールする微妙な力加減が縫製のポイントなんです。バッグの側面を縫い終わったら、最大の難関、底の部分の縫製へ。ここは3本の縫い目が一点に集まります。そのポイントがわずかでもずれると美しい仕上がりにならないんです。さらに難しくなる。まず手で革をピンと張り、ピタリと合わせたら、目打ちでしっかり固定して慎重に針を進めます。縫い目が少しでもずれると、これまでの作業は全て台無し。指先に全神経を集中させます。
で袋になりました。おー、出来上がり。これで縫製は終了。裏返して底の部分の形を整えていきます。最後に底敷きを入れたら完成です。できた。おお、出来たてほやほや。はい、折りたたみバッグの出来上がり。こう形になったらやっぱ嬉しいですね。嬉しいです。できたっていう感じですね。薄い革を巧みに縫い上げる確かな技術が生み出したモダンな一品です。東香川で手袋作りが始まったのは明治20年代。ここに安定した産業を根付かせたいと大阪から指導者を招き製造基盤を確立させたのです。その後は主にアメリカへ輸出する手袋を製造。高度成長期には200以上の手袋工場がひしめく一大産地へと発展しました。しかし昭和の終わり頃には安価なアジアの製品に押され売り上げは徐々に減少。手袋製造から撤退する会社が後を絶たなくなりました。そんな中、独創的でモダンな革製品の開発に転換する会社が次々登場。これは革とガラスを組み合わせた花器。革独特の優しい質感が花の色彩を引き立てると評判。そしてこちらはカードケース。実はこんな風に開いて一枚の板に。これなら名刺の出し入れもスムーズ。そして革の高級感がありおしゃれで遊び心もあると今若い人たちの間で人気です。新たな革製品の人気は日本だけにとどまらず世界でも。ドイツや香港などの展示会に出展。その技術は海外の人々からも高い評価を受けています。これまでになかったバッグをその情熱に突き動かされて香川の職人たちはこれからも斬新な革製品を世に送り出していきます。